はい皆さんこんにちはこんにちは、えー、表現者クライテリオン編集長京都大学の藤沙俊ですアシスタントの吉田直です、えー、本日もまたあの kbs 京都のラジオのスタジオからお届けしておりますはい、はいえー、この番組は kbs 京都ラジオで毎週月曜日夜九時三十分から放送していまして今の日本や世界のあるがものをお話ししています今日はですねもうあのマスクをちょっと取ってみたとはいこれねあのー、マスクを取 で、つけてる理由っていうのは何かっていうとね、うん。ここでずっと喋ってると、これアクリル板あるけど、こう。エアロゾルが広がるかもしれないそうです、ね。で、ラジオ収録中って、やっぱ三十分ぐらい密閉しているので、その時はこうマスクしてるんですよね、うん。そういうコメントがね、ちょっと。そうそうそう、でね、うん、だけど、これはあの。一分二分で、数分で終わるじゃないですか、はい。だかこの後すぐ、今さっき換気してましたし、すぐ換気できるから。これも、ちょっとマスクを取って、お届けしております。はい。 ねで、今日はですね。はい、コロナから日常を取り戻すね。これ、ちょっと日常を取り戻しましたよね。こ、うん、このマスコで取コロナから日常を取り戻す。はい、半自粛と財政政策で暮らしを守れ守れ、ね、こういう話なんですけど、これはね。はい、今日ご紹介するのこちらです表現者を喰らえてるような。別冊喰らえてるよ。 あの消費増税凍結せよからもう1年10か月ぶりぐらいかなに出すこのコロナから日常を取り戻すっていうこの内容もうこの内容をねもうてんこ盛りで今日はもう説明したいなと思ってます特にね今もなんか感染が広がりつつ東京であるんじゃないかってこうね言われてるじゃないですかあの高齢者の方とか重症者の方もちょっとずつこう増えてきてるとそんな中でねやっぱりこれをしっかり抑えながらでもあの過剰な反応をしないで他の生活もちゃんと守りながらで壊れてしまう生活のところは 西部が,がっぷりお金を使って、うん、でこう我々の暮らしを守っていこうやないかっちゅうことをですね30分間この内容を引用しながらがっつり話をしでねえっ、ー、と今日紹介するのはね、うん、えとデビッド・ボーイの「はい、スペース・オディティ」っていうね、うん、あの悲しい曲を。 悲しい曲を宇宙で遭難した宇宙飛行士の悲しい曲を紹介するんですけど、はい、それを聞くとねあコロナ自粛ばっかりしてたらあかんなとあやっぱりもう、あのー、倒産して失業したらあかんなっていうのがよくわかるような話にもなっておりますからそういう音楽のところもね是非、はい、ちょっとこ,れこ,のこの動画見てらっしゃる方はそこの音楽聴けないですけども是非ねあのデビッド・ボーイの「スペース・オディティ」っていうのちょっと検索して聞いてもらえるとね僕が何喋ってるかよくわかると思いますから、はい、この,あの「経済と」 感染症とそれからデビットボーイと <laughs> この三つ含めてね楽しんでもらえる三十分にしたいと思いますので, <laughs>、はい、でぜひお願いしますよろしくお願いしますコロナから日常を取り戻す半自粛と財政政策で暮らしを守れ週刊クライテリオン藤井里志のあるがままラジオこの番組は京都大学教授雑誌表現者クライテリオンの 藤井聡と編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組ですこんばんは京都大学の藤井聡とですこんばんはアシスタントの吉田直ですいやもう先週ぐらいからですか、はい、もうコロナの新規感染者が東京で、はい、まあ200人を超えて えとまあ、過去の記録の最多を更新なんていう、ね、ことがこう言われてて、はい、で大阪なんとかだとか京都とかでも少しずつ増えてきてちょっとまたコロナ忍び寄ってきてるに違うかとそんな空気が戦ってますね,ね,空気がねテレビなんか見てても出てますし、はい、今日はあの7月20日の午前9時。 ですけれども、まあ、昨,日昨日はねたまたま200人を東京は下回ってますけどこれもまあ検査数が少ないからっていうのがあってで皆さんこれがどうなのかなとちょっとね、うん、あの前は1回目ですごく慌てたけど今回2回目だからそんなにあの時に比べると慌ててないけど、うん、まあ不安が広がってるという状況だと思うんですよね。 ですからここはねちゃんと正確に状況を見ながら対応していくことがとても必要だと、まあ、思うんですよねまあそんな状況の中でですね、はい、あの先週の土曜日7月18日にあの別冊クライテリオン発売がありました別冊が出たんですねそうもうあの1年半前ですかねあの消費税の減税の問題で別冊クライテリオン消費税 溶け言うてね出しましたけどあの時もだから消費税増税したら日本壊れてしまうよと、まあ、いうようなタイミングだったんで、うん、でまあ緊急に出そうということであの消費税丸々1本出しましたけど今回もまあコロナのね、はい、問題でこのままだったら日本壊れてしまうよと。 もうすでに壊れこれね何十もの意味で壊れててね、うん、一重目は当然コロナでいろんな方が病気になってで健康被害になってで1,000人前後の方がまあ亡くなってしまうというようなね、まあ、話があるわけですけど、はい、まあそれと並びこう称せられるほどというかあ勝るとも劣らないほどあるいはひょっとしたらもっとそれよりもひどい影響としてですね、うん、やっぱり自粛の影響でですねお店がいっぱい潰れたり。 私の身近でも結構もう潰れてきてるでしょそう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 でもう今ね都市を回そうなんて言ってちょっとまあー o t ートラベルだとか言ってますけど、はい、そんな焼け清水ではね効、うん、かないわけですよだから僕の好きなね、まあ、ライブハウスだとか、はい、それから食べ物屋さんだとか。 そんなものももうバタバタと言っていい水準ですよ、まあ、潰れてってねで彼らがこれから仕事見つかれば、あのー、なんとかなるかもしれないですけど、まあ、文字通り路頭に迷うというようなことになればですねこれから、まあ、今はたまたま自殺者数がちょっと減ってますけどこれからどんどん増えていく可能性だってあってですね、はい、で今日データね Google のモビリティデータっていうのがあって全世界の各都市のね、はい、移動がどれぐらい戻ってるかっていうのを こう公表されてるんですけど、それを見るとね。東京だけで見ると、はい、えっと緊急事態解除してからね。ずーっとね。その頃はね。やっぱりね。もともとの移動の6割から7割減ってたんですよ。うん,うんだから3割4割しか動いてなかったのがずーっと回復してきてね。はい、で、だいたいね。6月中旬か下旬ぐらいにね。えー、っと8割ぐらいまで戻ったんですよ。お<ー>で、そっからね。ま伸び悩み。 うん、ずっとそこの2割分今だったら25%かひょっとしたら日によって30%ぐらいですけどちょっとまた自粛気味なんですよ。うん、だからこの23割お客さん少ないっていう状況は、うん、あの利益がゼロになるようなあるいはマイナスになるようなことを意味しますからこれ何でかっていうとねあの総売り上げから必要経費を抜いて、はい、2>, え2割とか1割しかも儲,か儲けがないわけじゃないですか。 そういうお店がだからか、うん、そうそう一般的じゃないですかです、ね、で,でそういうところのお客さんが二三割減るだけでね、うん、はいこれもう赤字なんですよだから二三割お客さん減ったら儲けが二三割減ってんのかなって一般の方思うかもしれませんけど、うん、そうじゃないですよもうギリギリでお店やってありますからあの二三割も減ってしまったらもうほぼほぼ赤字だからもう開けてる方が損だからもう閉めよう開けれも自覚閉めるも自覚ってやつですねだからそんな状況の中でどうやったらええのかっていうのにそううい意味で その2つにねだから自粛とそれからコロナのこの2つで日本が潰されようとしてて、はい、でそれで我々の日常が奪われてしまってるわけですよそのコロナというものと自粛というもの2つによってでそっからなんとか日本のね我々国民が生き残らなあかんわけじゃないですかそうです、ね、生まれ落ちたわけで、はい、なんとかね僕たちたくましくですよ生きていかなあかん、うん、それを考えるために出したのが今回の別冊。 くらえてるよね、うん、コロナから日常を取り戻すと、うん、まさに今日のタイトルとそう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 取り戻すときに一番大事なのはこれやっぱりね完全にコロナを無視してしまったら感染が広がって結局我々の日常が壊れてしまうじゃないですかだからねで一方で過剰に自粛したら我々の日常が壊れてしまうじゃないですかだからね、うん、僕はね いろんな意見あるかもしれませんけど、やっぱりね。1番大事なのはバランスだと思います。いや、もうおっしゃる通りです。うん、絶対バランス <laughs>、はい、でね。どっちも使うずじゃダメです。うん、アブハチ取らずになりますからね。だからちゃんとね。はい、あの矢次郎兵衛があの、はい、右と左のその長い手でちょっとでもずれたらこ,こけてしまうような。そんなね。はい、難しいところ行かな。我々はね。このコロナに殺されるか、うん、あるいは？ 自粛に殺されるかなんですよ渡り状態この綱渡りを何とかね渡り切った国だけが明るい未来を手に入れることができるわけでねたりたいだからねだからコロナから日常を取り戻すね、はい、それを何とか目指すために丸々視察これはもう感染症の方ウイルス学の方それからあの猿学霊長<ん>類 あの人間というのはどういう習性を持っているのかとかねあとはそれからその過剰に恐れることについての精神病の分析の精神病理分析だとかね、はい、それから歴史ではどんなふうなことが言われてたのかと感染症については歴史学の方とかね、うん、もういろんな角度からこのコロナっていうのをう論じているのがこのコロナから日常を取り戻すなんですけど、はい、やっぱりその中心にあるのはやっぱりそのバランスをどう取るか、うん、でねこのサブタイトル「半自粛」と「財政政策」。 で暮らしを守れとこの経済の政策とそれからコロナ対策のこの2つをこう,うまく組み合わせてですねそれで乗り越えていくんだと。うん いうことをねこれ今ここそ考えなあかんと、ね、これ完全に収束してたらこんな議論あんまりね死んでもまあ普通に生活してたらいいんですけど今まさに広がってきてるじゃないですか、はい、でこのままだったらまたなんか8割おじさんが出てきて8割自粛やとか言ってうて、ん、移動がまた3割とか2割とかまで減ってしまってねでまた店がバタバタ潰れて収束するとで収束してまた都市を動かしたらまた完全拡大してってこうもう上がったり下がったり下がったり上がったりみたいなことをね繰り返す非常に バカバカしいことになりますからうまくこのコロナとね、はい、付き合っていくという難問を宿題を解かなあかんということになってるわけですよ、はい、今日はねこの難問をどうやって解いていくのかということをねこの別冊クライテリオンのコロナから日常を取り戻すで論じたお話を中心にね紹介したいなと思いますよろしくお願いします聞けば今のコロナがよくわかる30分午後10時までお付き合いくださいさあお送りしています週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ 今日のテーマはコロナからら日常をを取り戻す半自粛と財政政策で暮らしを守れ、はい、もうね私が言いたいことはこのタイトル通りなんですけども、はい、これね今日ちょっとこの話する前にねこの愛媛の方からちょっとメッセージいただいてるので、はい、ぜひ紹介してもらえますか、えー。前の放送でバタフライエフェクトのお話されていましたがうん、うん、コロナを怖がりすぎるよりもっと未来の災害への手厚い対応に全力を注いでほしいですと。 ななしさんからいやこれねあのコロナから日常を取り戻すっていうのを考えるにあたってねまずね日常って言ったら、まあ、コロナも怖いけれどお金のことも考えなあかんし、はい、それからあの子供のこととか友達のことも考えなあきません、うん、あ,るあるいは年老いた母親とか父親とかね、うん、って考えたりで災害のことを考えて。 で防災のことも考えていろんなことを考えて初めて普通の日常が成り立ってるわけでしょに、うんはい、もお母らず朝から晩までずっとコロナコロナって言ってたらそしたらお父さんお母さん誰が面倒見んねんとか子供どうすんねんとかで災害来た時ほったらかしかとかだからね日常を取り戻すためにはねコロナのことをいろんな物事と問題の中の一個の問題やと、はい、捉える姿勢が必要なんですよ。 うん、そこをばっかり考えすぎないそう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 ,そうで決してそれはコロナを無視しろと言ってることじゃないですよ、うん、しっかりコロナを見据えながらいろんなものを見据えへんかったら日常が成り立たないですよってことなんですよそうですす、ね、そうね、ん、これねめちゃくちゃ余裕のある人は、うん、もう超大金持ちで仕事もせんでええしもうええとこも住んでてでもう完璧なもうなんか対策できるようなね 超大金持ちの人たちとかはね、うん、コロナのことだけ考えてても生きていけるんですよ羨ましいそうですねそやからあの人らは自粛しましょうって言えるんですようん。うんなかそこでやっぱり意見が分かれますよね、うん、そうですよだから自粛をすることが何の苦もないあるいはほとんど苦もない人々と、うん、それで本当に死んでしまう リスクを抱えててる人たちとでこう別れてしまうんだと<ー>だからねテレビでね偉そうなこと言うんやったらそういう人たちのことをちゃんと考えて話さなあかんわけで,そう,で、はい、そういう意味でねだからこういう災害のことってね、まあ、災害だけじゃないですけどね災害のことも含めていろんなことを考えなあかんと、うん、それで考えると過剰自粛っていうのは他のことからこう目をそらしてしまうことが過剰自粛なんですよ。 見落としがありそ,うですよ、ね、そうそうそう,そうだから僕が言ってる半自粛自粛は半分ぐらいの気持ちがいいですよっていうのは、うん、コロナ怖いけど、うん、コロナを見ながら他のものを見るために自分の意識の空いた半分を他のものに向けましょうというのが、うん、これが半自粛の、まあ、考え方なんですよね、はい、それが一個それでね、まあ、これでやったとしてもですねもうこれ経済ねそれである程度回りますよ。で回りますけど元戻りますかと。うーん なんもうちょっと厳ししい感じしますねだって今日本ねだいぶ戻ってきたりとも2割ぐらいお客さん減ってるわけでしょいろんなとこで平均的に言ってで観光業なんても8割9割減ってるとこざらにあるわけじゃないですかですだからね多少 g ツトラベルでね1.7兆円の橋高かでばらまいたところでね 元戻らんわけですよ。あれ、そもそも、なんか、回復を仕掛、うん、けたところで、こ拍車をかけるから、やるって言ってたのに。今、これ、今増えとるいう点でも。なんか言ってること違いますよね。そう,そう、これ、あの、重症者もちょっとずつ増えてますからね。僕は、これ、今、警戒が必要だと思います。でも、だからといって、いきなり慌てふためいて、八割、十ぐらいの釣り必要ないと思う。まあ、そのバランス、を話しようと思うんですよね。まあ、何にしても。 ある程度経済を回したとしても経済はまだボロボロなんですよ。はい、半自粛だからまだ半分自粛しちゃってるんだから、うん、で特に夜の街が一番危ないですからね、はい、居酒屋さんとかキャバクラさんとかやっぱりこうちょっと密接しちゃう,うそうそうでそこでこう飛沫が飛んじゃうでお酒飲んで声も大きくなっちゃうっていうねところはやっぱりリスクが高いわけですよだから僕はそういうところは徹底的に対策してくださいと。アクリル板なり あるいはなんかマスクをちゃんとしながらお酒飲むとかね、かマスクでもなんかあの、えー、と中東の女の人がやるマスクあるじゃないですか。ちょっとあのレースみたいな性能がね。ついてるやつ。この間ホストクラブのお兄さんそれやってましたよ。取り入れてはるんですか、ね。これお酒飲みやすいんですよみたいな。<laughs> 確かにペロッて <laughs> ペロでやったらね。だか,らだからそういうね工夫をやりつつ、はい、でそれでも感染が広がっちゃい、それでも広がると。うん、あるいはそのうちの若い子全然聞かへんと。 やつ、お店はですね、やっぱりこう閉じてもらうのしょうがないわけですよ。うん、で、閉じるときには、みんなに感染を広めないために、わざわざ閉じていただくんだから。もう国、国のお金入れたらいいんですよ。うん、休業保証ね。こうしたら安心して店も閉じれるから。うん、で、あの安全になっていくじゃないですか。そこがしっかりしてないから、みんな中途半端になっちゃうんですよ、ねでしょ。でしょ、そこにちゃんとお金も入れてかなあかんわけやし。うん、で、さらに、あの、そもそもね、コロナで。 ちょろっと活動したからといってねあるいは完璧に活動したとしても日本経済はまだボロボロなんですよ。そ何で,でかって言ったら10%に上げよったでしょ消費税をこれがもうインバウンドは来て観光地でどんちゃん騒ぎやるわもう渋谷も新宿ももう祇園も新地もうわー盛り上がってても経済冷えてるんですよ。そしたらもう絶望的ですよねでしょでさらに、ね これあれえらいいことななったじゃないですか、うん、あれ原因何かって言ったらね外国が具合悪くなって、はい、日本のものを買ってくれなくなったからっていうことだけが原因なんですよ。ああそうなんですかってことはですよ、はい、日本でコロナ全然なくなって、はい、でもうみんな観光行くわもう酒飲むわでしかも消費税も上げてへんわ、うん、そんな状況でも今世界冷えてるでしょ。うん、だから 日本が最高の状況のコンディションにあったとしてもリーマンショック級の危機が日本に直接被害を与えている状況なんですよだから消費税それから外国の需要が減るリーマンショック級の危機こ、はい、れからコロナですよもうとんでもない、ね、だから半自粛でいく分我々が行動して、はい、Go to travel Go to eat やったからっ,つって、うん、こんなもんねこの不況を乗り越えれるはずがないんですよ 本当にそんなことするよりもこうね目に見えるものでしっかりね<う>個人個人に入るものがお金をねいボーだからね今ほんまにね反自粛もやらなあかんけれども、うん、やらなあかんけれどもそれに加えてんやもやらなあかんですよ、うん、でねしばしばね世論でいろいろ議論ネットとかでも議論してたらね、はい、自粛反と。 はその自粛反対派で議論してねはこれで経済回すんやって言って、うん、で自粛派の人は自粛してそれであのお金を政府に出させるんやみたいな議論言ってますけど違うと自粛も緩和するし政府に金もつかすどっちも取るんやとどっちもやどっちもやと <laughs> <laughs> お前ら喧嘩するなと仲良せえと <laughs>、まあ、政府から金出させるな無理やぞと、はいまあ、そんな状況にね うん、まあ,あるわけですようん、うん、それでねこう経済をこれからどん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 こう回していかなあかんということになってるんですけどね、はい、でこれ自粛どんどんどん,どんでもこれこのままやったらね下手したらまた自粛しろっていうことになっていきますよ。ちょっとそんな感じしますよれ、ねうん、で,でねこれまだステイホームでしょ、はい、人と会うなとかでしょ。 それでさらに言うとその失業してしまった人は人にも会えなくなるしねステイホームになるわけでしょ、はい、だからねこれこの今僕が言ってる半自粛とね財政政策をやればそういうのを乗り越えられるんだけどできへんかったら最悪の状況になってしまうんですよ僕ねこのこの最悪な状況を考えるときにはねぜひこの曲を聴いてちょっと想像してもらいたいなっていう曲があるんですよ宇宙飛行士がね宇宙でね遭難するんですよそんな曲が それでね、うん、もう宇宙を漂ってしまうっていうね怖い曲なんですよ。はい、デビッド・ボーイの「スペース・オディティ」デビッド・ボーイで「スペース・オディティ」お届けしました、ね、これ1969年リリース僕1歳の時ですよ。あ1歳そ<う><ー>これあのー、最近の方やったらあの「ライフっていう映画あったじゃないですか「はい、ライフっていう雑誌の写真担当の方が世界中をこうなんか行くっていうその時に「 このススペースオディティがまがかかるアイスランドかなんかのシーンでかかるのがある、まあ、こ,のこの映画もすごい素敵な映画ですけどねでもこの「スペースオディティ自体は「スペース・オデッシェイ」っていう2001年宇宙の旅っていう映画に着想を受けてインスパイアされて書か,かれた曲なんですよ。<ー>これサンリリキューブリックの映画なんですけどねこれは要するにあの紹介の時にも申し上げましたけどこのメジャートムトム少佐っちゅうのがねなんかね宇宙 こう飛行してて、はい、遭難して、うん、こうひた漂ってしまうっていうかこう主人公ですかいや,いや主人公じゃないですけどだからあのこのデビッド・ボーイの曲には4回ぐらい出てくるんですけど、うん、生涯かけて、はい、<laughs> あのすごい彼にとって重要なキャラクターなんですけどね、はい、でこれがねだからこう宇宙飛行機から出てそれでなんか作業してるうちに紐が切れるかなんかですわ。 でこうゼログラピティって映画がありましたけどあんな感じでほ、うんそれで漂ってしまったそれで地球の管制塔から大丈夫か大丈夫か」みたいな「管制塔よりトム・少佐へ大丈夫か大丈夫か」って言ってで会話してるんだけどでもトム・少佐の方はもうなんか全然「ああもう僕にはできることなんてもう何もない」と「できることはもう何もない」と「もう何にもできなくなってしまって絶望的な状況になってで最後にどうか妻に伝えてくれないか愛している」。 と彼女だったら分かってくれるさとかって,ってねって言ってこう,こう、うん、通信が途絶えていってしまうっていうねういこれこの曲もねなんかそんな感じの曲なんですよ。デビッド・ボーイってやっぱ天才の一人でね、うんはい、でこれはねなんかなんちゅうのかな恐ろしいですよね。絶望しかないですよねそう どううしようもないんですよで溺れ死ぬんだったらすぐ死ねるんだけど、うん、これ死ねないんですよずっとね、まあ、酸素が続く限りですけどねでずっと酸素ってこうできるようにだいぶなってますからねなってたとしたらですよはいこれはねでだから真っ暗の中でね誰とも会えないで、うん、何もわからないですもんね。で何もわからない もう最大の恐怖だと思いますよ僕これでね僕あのコロナ自粛がねやっぱなんかおかしいといやそコロナ怖いけれどずっと自粛ばっかりさせるっていうことになんか本能的なね恐怖というかね、はい、嫌悪感というかね倫理的な本能的倫理として間違えてるって感じがあるのはね、うん 自粛ってなんかこんな感じがするんですよずっと家にいるとかねプチですよすごいプチトム少佐ですけどねプチトムそう少佐状態でねずっとこう隔離されてしまうっていうのこれ絶対おかしいと思うんですよやっぱり人と関わり合いがあってこそこう生きてるっていう感じがあります,すよ。人間って人の間って書くぐらいですからねでさらに言うとね失業した人もこんな感じになると思うんですよ、うん そうですね、社会との関わりが全部なくなってねそれ、うんはい、で家族がまだいりゃいいですけど家族との縁も切れて生涯孤独の方とかねそれ、うん、で頼る友達ももういなくなったりとかねほとんど元もトム少佐スペオディィテ状況になるわけですよだからねやっぱりコロナがで自粛させることも問題だしでそれを通してなんかどん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 使用させていくことも問題なんですよ。 ね、そういう恐怖心も見据えて半分で見据えてでコロナ怖いっていうのを半分も見据えればね、うん、そしたらねどっちもこうバランスとるようなねだから僕がいつも言うような目鼻口だけ触らんようにするとこれ、はい、からあの飲み会の時は注意すると、うん、でおじいちゃんおばあちゃんはやっぱり死んでしまう確率が高いからそういう方たちは守るとだいたいねこの3つをねしっかり守ればねだって ほとんど経済傷つけなないいじゃないですかこ,のこれだったらそれでで人とも会えるじゃないですか、はい、だからこのスペースオーディティ状況を脱却しながらコロナとも戦うことができる、まあ、そういう意味でね判自粛っていうのが判事縮っていうのはすごく大事だしそれで傷つくところは政府がしっかり国債を吸って MMT 理論かなんかに基づいてねお金いっぱい使えば、はい、そしたらこのトム・ショウさんみたいな悲劇はね起こらなくなっていくんですよ。だからね なんか全然適当にお金使わへんでええやんけとかねとにかく自粛したらええやんけいうやつはね一回ねトム少佐の気持ちになってみてください。ではそろそろ終わりの時間が近づいてきました、はいまあ、今日はねコロナから日常を取り戻すそのコアにあるのは、はい、やっぱりそのトム少佐の孤独の苦しみ、うん、悲しみねだからやっぱり人間は人と人がいて初めて一緒に生活生きている意味が初めて出てくるんだから、はい、こう社会接触全部断ち切るとかね、うん であとその社会接触を全部断ち切るような失業とかをもう放置するとかねもう絶対やったらあかんわけですよ。だから日常を取り戻すって別の言い方をしたらそれぞれの暮らしの中で人のぬくもりを取り戻すっていうかねう他者を取り戻すなんかね食べてりゃええやないか生きてたらええやないかじゃないんですよ。やっぱ人は人とのぬくもりがあって初めてちょっとしたことでいいですよこんにちはでもいいんですよ。 おはようおはようですおはよう僕大事だと思いますよ大事ですねうちのねもうどうしような息子いますけど、はい、だいぶねもうややこしいおむつかないな思ってましたけど <laughs> これねもう今ねおはようおはよう,うって必ず気持ちがいいもうねなんか僕うんとか適当やったらおはようって何回も言うんですよ <laughs> なんか、ね、おはようっておはようって言わないと気持ち悪くて朝が始めれないみたいな、うん、大切なコミュニケーションですよねそうそうそうなんかねでただいまうん なんか聞いてなかったら「ただいま!」ってなんか言いますからね <laughs> ええうやなと「ですね、<laughs> おはよう」とか「ただいま」とかねなんかそれで、ねうん、成り立ってるのでね、うん、それがねぬくもりのベースっていうかね、うん、そういうのが日常であってね、うん、だって8割自粛してたら8割「おはよう」とこんにちは言ってないでしょ、うん、人じゃなくなくってるわけですよ割本当ですすよよ割本当ねだから感染させないようにしながら人間でもあり続ける道ってね、うん あるんだから目指そうよと、うん、いうのがねこの今回別冊クライテリオン、はい、一冊かけて我々が論じたいというものですが、はい、ぜひこれねお買い求めいただきたいと思います書店あるいはインターネットからご購入できますので、はい、ぜひチェックしてください、はい、えまた番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしておりますメールアドレスは 藤井アットマーク KBS. ドット京都ですよろしくお願いいたします、はい、それでは編集長今日もありがとうございました今日、はい、も,もありがとうございました皆さんねしっかり日常を取り戻しながら、うん、コロナのことも警戒しながら、うんはい、しっかり一週間生活を日常を取り戻しながら暮らしていただきたいと思いますそれではまた来週月曜午後九時半までさようなら,ならコロナショックによって世界中がパニックに陥ってしまいましたが日本はこれからどうなっていくのか 重大な議論に立たされている日本はこれから何をすればいいのかそのようなことを解説した書籍が三橋隆紀の2021年第二次世界大恐慌と日本の危機ですこちらの書籍は書店では購入できませんこちらの QR コードまたは概要欄からお買い求めください いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。そして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。